最強の一番滑走者ですから、皆さん気にしてるでしょうね。本人はチャレンジャーと話しましたが、ただライバルたち、そして場内すべての視線はオリンピックチャンピオンであり、世界選手権チャンピオンであり、何より去年のグランプリファイナル金メダリストとして見つめています。今自分ができることを精一杯常に 100% 出し切る、羽生がいつも言い聞かせていることです。いよいよ始まります。チャレンジャーとして思い切って一番上を狙っていくと話した羽生結弦です。今年のグランプリファイナルはそのチャレンジャー羽生結弦が強い、羽生結弦を取り戻すための時間です。羽生結弦のショートプログラム、ショパン作曲バラード第1番。まだ今シーズン一度も決められていない4回転ジャンプからです。見事決めました。完璧でしたね。シットスピンの足がいます。バタフライから入るフライキャノンですね。後半に入ってきました。カウンターからトリプルアクセル、イーグルです。チェンジしました。今インサイドになってます。そして最後のジャンプは、これもまだ今シーズン決められていないコンビネーションジャンプ。さあ、まっすぐ上がって、まっすぐ持っていったか、いや取れた。足換えのコンビネーションスピン、悔しいでしょうが、ただ取り戻しつつある、そんな手応えを感じさせる時間でした。この表情が佐野さん、本当に1年前の、そして昨シーズンの頃の失敗した時のような表情に似てますよね。そうですね、今シーズンの序盤とは明らかに変わってきました。最後のルッツがね、はい、やはり自分の中に何かこうルッツに対するものが
あるのかもしれないですね。まあ、結構まっすぐ上がってって私言ったんですが、ちょっと斜めになってました。はい、でそこからよく3回転に持ってったんですけどね。はい、降りた瞬間に若干勢いがなくなってましたね。ショートプログラムのコンビネーションジャンプ、中国大会のあのアクシデントがあったあの前日に行った時もやはりうまくいきませんでした、うん、本人もこのファイナルに向けてそのルッツジャンプの入り方を変えたりといったようないろいろなことをこう試しながら臨んできました。それでも本当に自分を追い込んで練習してきてこのファイナルにやってきたと話してましたが、まあ4回転は見事でした、この4回転良かったですよね。もう本当に今シーズンの恨みを晴らすような、そういう4回転のキレでしたね。いいキレでした、うん、でトリプルアクセルですね。2週間前 NHK 杯に復帰した時は本人も違和感がないと言ったら嘘になる、ここにいるのが奇跡的に近いこと、そんな風に話してましたけど、うん、もうそうした面での不安というのは佐野さんないと見ていいですかと思いますね、ルッツがね、はい、それでもこの第一滑走として出てきて場内をいきなり沸かせていきました。羽生にとっては連覇もかかるわけですが、ただそんなことは関係ない、思い切って一番上を狙っていきたいと話していた羽生です。果たしてどんな得点が出てくるでしょうか。この後に登場する5人の選手、まあ、町田、村、2人の日本選手にとっても気になる得点でもあります。バルセロナインターナショナルコンベンションセンターはもう拍手で得点が出るのが待ちきれない、そんな雰囲気です。笑顔の見られる羽生を見るのは今シーズンはこれが初めてです。その中に悔しさも秘めているでしょうが、どんな得点が出るか。羽生結弦の得点減点1ありますが 94.08、 今シーズンの世界最高得点です。 94.08、 まずは羽生結弦がこのグランプリファイナルで高い得点を叩き出しました。さあ、ウェンパミナド、ラバさん、ダンディ・ムースが、ネクストステージ、リプレゼンティング・ロシア、セルゲイ・コロノフ。